きた流れ星のような人生、なんで行き当たりばっかりだね、びっくりすることばかり多かった。空から急に落ちてきた流れ星のような人生、世界何かに憧れて、若い頃から生きてきた、いわば夢から夢と綱渡り、いつでも人生、自分というものが知りたくて、でも明日へ明日へ先延ばし、いわば流されてしまうこの毎日が、いつしか「びっくりすることばかり」